ケイチです。ミキトニーこと糸数ミキです。はい、糸数さん、はい、クリスマスです。そうね。ということは、はい、この番組も地上波オンエアが始まってまあ1年過ぎたということです。もうそんななる。そうなんです。あ、そう。だって去年のクリスマスバックナンバー見てごらん。あの時のクリスマスツリーどうなったか知ってる？何もついてない。何もついてない。1年経ったらこんなキラキラ。よかったー。よかったねー。星もついてるしキラキラ、よかったー。今回知って得するコザウェブトリビア。いいね。いいね。あったねー。やったねー。さあ、はい、今回はですよ、いろんな店の情報満載、はい、このまたコザウェブを使ってほうほう、はいはい、チェックするんですよ。コザウェブの食べるに行きまして、コザを食べる、そうそうそう、いっぱいね。でキーワードで探す、カテゴリー検索、シーンで探す、マップ検索ってあるわけ、うん、で、まあカテゴリーだと、うん、イタリアンとか多国籍、沖縄そば、うん、ラーメンとかいろいろあるでしょ。あるね。今回だから、まあ、居酒屋になるのかな。え？コザのほらが忘年会。俺が去年やった時誰がやったの？やってない。やってないよね。やってたら私呼ばれてないことになるんだけど。コザの裏側。さあ、やってきました。今回はね、一人で寂しい思いをしてるみんないるよね、年末。でも大丈夫。この番組を見れば元気になっちゃうから。僕と一緒に付き合わない？美奈子さん、こんばんは。こんばんは。今日もゆっくり一人で飲みに来たんですよ。いらっしゃいませ。ゆっくりしっぽり飲ませてください。はい。あ、ごめんなさい。いいの、いいの。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい。よいしょ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいね。なんかね、うん。この感じ、ちょっと僕にとって新しいです。これなんて言うんでしたっけ、これ。一応、ね、おばんざいですかね。おばんざい、はい、ここはじゃあ基本的に、まあ、こういうスタイルで、で、一人でももちろん楽しめて、はい、美奈子さんって名前で僕は悪い人いない。あ、それよく聞きますでしょ、はい、やっぱり思ったんだよね。名古と那覇に一人ずつ美奈子ってるけど、はい、いい人。どういう関係ですか？これはね、ちょっと言えないわ。コザの裏側。おーし、来ましたね。どんどん。あっついこれ。では、うさがみそうれ。ありがとうございます。うさがみそうれいただきました。あ、来ました。これが一人鍋。はい。やっぱ冬は鍋だよね。はい。あ、ニンニクも入って、ニラも入って、はいはい。ちょっとピリ辛です。ピリ辛、あ、ピリ辛、ピリ辛最高じゃないですか。うん、たまんない。ありがとうございます。うん、これが美奈子の味だ。はい、美奈子さんは、はい、もともとこういう、まあ、お店をやりたかったっていう夢があったんですよね、きっと。はい、ありました。このお店を持つまでは、うん、もう11年ですかね、ずっとあの、うん、沖縄市のコールセンターの方で、うん、コールセンター、はい、勤めておりました。僕のね、那覇に住んでる友達の美奈子もコールセンターも働いてるわけ。そうですか。やれやれって俺言ってんだよね、こういうの。やってほしいな。ぜひ。あれだ、このお話とか接客をするのをやってみたいな、はい、みたいな、はい、あったんですね。はい、確かに美奈子って名前の女性はお話聞き上手。でもなんかちょっと癖があるんだよな。でもその癖はこの辛みってことですね。あー、いいよこれ、はい、ほんと温まるよ、はい、なんで俺ドキドキしててな、これを隠したいみたいな感じ。コザの裏側。なんで外したらいいさ。外して、ハメを外すってこと？ハメも外したらダメだし、指輪も外したらダメです。俺もう男ってバカだね、本当に。美奈子の味。美奈子の味。美奈子に悪い人いないんだ。いないね。だってあのいつも僕の洋服をね、うん、あのチョイスしてくれている方の奥さんの名前も美奈子。美奈子さん。いい人なんでしょ？いや、うんって言わざるを得ないよ、本当に。お惣菜がね、ああやってこう並んでる。おばんざいね。ちょっと欧米とか大丈夫かなっていうこう。大丈夫。美奈子さんが晩してるからね。美奈子さんがちゃんと晩してるから。おばんざいしてますから。おばんざい。コザの裏側。イエーイ。
うさかにそばいただきました。ありがとうございます。もうひかるちゃん緊張しないでいいんだよ。お前ね、ここでさ、だいたいこうデートスポットみたいな感じになっているような気がするんだよ。僕今日初めてなんだけど、一人で来ても全然いいんでしょ。ねえ、一人で来てもいいんですよね。だってあの僕の隣の方もなんか一人でいるんですよ。たまたまいた赤いヘルメットのいくちゃんです。偶然の出会いに乾杯。いいですね、ありがとうございます。でも本当に偶然なんだよ、面白いね。こうやって繋がるんだよ、こうやって。うさがみそうれい。お、うさがみそうれいいただきました。これ何？これは牛タンと焼きトマトのオニオンスープになります。お、すごい湯気が、すごい。トマト、俺トマト大好き。本当ですか？うん。うん、すげえうまい。あ、お肉も出てきたよ、はい、牛タンですね。うん、柔らかい。柔らかいです、うん、はい。これは何でしょう？県産鶏と、うん、マッシュルームのアヒージョになります。わー、アヒージョ、はい、これは確かスペイン料理。そうです、スペイン料理です、うん、間違いないね、はい、これうまい。ありがとうございます。これを作ってるとこも見てもらって、うんうんうん、食べてるのもこっちが見て、うんうん、美味しいねなんて言ってくれたらもう最高ですね。あー、いいなー。で、面白いよ、カウンターに座ってると見えるんだもんね、はい、見えます。もうバッチリ作ってるとこが見えるんで、うん、例えば俺これから料理もやってみたいなっていう人が、はい、ちょっとこう覗きに来ても OK です。盗みに来てもいいわけ、はい、もう聞いてくれたら教えますもん。あー、いいね、はい、あ、いいかも。あ、俺おすすめする、やっぱりね、一人で過ごす時間を一気に過ごせるやつが俺はイケてるんじゃないかな、うん、俺みたいにね。ね、ミキトリどう？コザの裏側。私今度の女子会あそこに、うん、ここ夕食堂にするわ。いいと思う。ワインも美味しい。夕食堂、夕食堂、夕食堂、ワインも美味しい。ワインも美味しい。もう大根も1000円以内で買えれるよ。一人飯も悪くないかも。悪くない。一人飲みも悪くないかも。全然悪くない。たまに行ったりする人いる。私行けないのよ。え、なんで？喋りたくなる。あ、うるさい、うるさい。なんか誰かとこの美味しさを美味しいね、おーってやりたい。相手みんなしてくれるかな、その時。だからそういう時に、だからさっきのさ、うん、隣にいたでしょ、赤いヘルメットの。そう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 だね。ああいう隣の人とこね、うん、友達になれるとかさ。結構ほら今いろいろ探してるでしょ、うん、ね、出会いを、物件をね、物件言うのあるかもしれないよ、そういう出会いが。あるかな。ないんじゃん。かないんじゃん。まあでもバーテンには気をつけろっていう話があるよね。いや、それは知ってます。知ってる。大丈夫大丈夫。小座の裏側。さあ、やってまいりました。もう一人飲みはすげえ落ち着くね、やっぱりね。カウンターで飲むっていうのは、おっお、でかいでかい。いいっすか、たまたまお隣になるんですけど、はいはい、よろしくお願いします。宮島です、はい、お願いします。よろしくお願いします。美味しいですか？美味しいです。大丈夫です、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。天狗に来ていただいて、もう本当にあれですね、コザの裏側をもう最近もう人気上昇なんでね。嬉しい。僕らもやっぱり来たら、まあ、やっぱりそれなりね、はい、あのゴマするんじゃなくて、うん、サービスしないといけないんで。ミキトリが何か言ってるから。小永さん、あのここ別に一人で来ても問題ないでしょ？あ、大丈夫ですよ。結構あの、うん、いますよ。外人さんも お一人で、ね、来る方もいるし。あ、本当に？あ、はい、女性の方もね。あ、本当に、はい、え、外人さんとか来ても小永さん喋れるの？いや、ちょっとね。英語じゃない。うさがみそうれ。ありがとうございます。あ、嬉しい。確かに僕はここに来ると頼みます、焼きうどんよ。お近づきの印。私ですか？私ですか？大丈夫だ、ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ。いいねいいねいいね。おいしいです。イエーイ、おいしい、いただきました。福岡んちはさ、はい、沖縄楽しんでんの？はい、まだ半年ですけど、ぼちぼち楽しんでます。福岡んちからしたら、あ、ごめん、名前何？ひとみです。ひとみちゃんからしたら、はい、どう？コザのイメージ。なんだろう、小さいお店がいっぱいあって。小さいお店がいっぱいある。毎年、お店があって、みんなに美味しかったりとか、ケーキ屋さんとか。
小中さん仕事やってて一番、はい、まあいろんな瞬間があると思うんですけど、はい、やっててよかったなこの仕事って思う時ってどんな時？やっぱりね、もうやっぱり当たり前のことなんですけれども、うん、食べて美味しかった、うん、でまた今度また来るね、うん、今度また一緒に酒飲みたいね、うん、この3拍子やっぱりあれですよね、嬉しいですよ。コザの裏側。立ち込める煙は香ばしく賑わう居酒屋の片隅で久しぶりに会うトマト酒を飲み昔話が続いてた焼き鳥。さあ、まあ、出会いっていうキーワードもありましたけど、そうね、うん、ああさんもね、なんかあそこってさ団体で行くイメージがあったわけ。私も行ったことあるけど、確かに大きいからね。そう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 、なんかこう打ち上げとかでみんなで行くイメージだったけど、一人飲みのイメージなかったけど、でもカウントあるんだ。そうそうそう、あるあるある。そう、おしっぽりいけるんです。いいね、うん、で、また新しい出会いもって。そうそう、いいね、本当に。しかも女性だったよ、どっちも。そうだね。おあ、俺持ってるな、出会い出会いの達人かもしれない。全然、不本意スタッフに不本意ちょっとハードル高いかなと思ったけど、ちょっとこれを機会に行ってもいいかなって。お店つながりでちょっと情報があるかもしれないです。でも逆に言ったらだよ、うん、人に一人で来てたよって。いや、もう見てないよお前は。俺は見てる、そんな。いや、それも嫌。俺は見てるよ、それも嫌です。終わるまで俺ずっとあっち見ない。あ、メールが、メール、もっくんありがとう。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか皆さん、はい、毎週月曜日楽しみにしています。ありがとうございます。これは何さんかな、匿名希望さんです。はい、今回はいくら待っても紹介されないので推薦します。あ、はい、現在沖縄市では1軒しかない銭湯です。あ、場所は揚げ田、はいはい、水広会館を左に行ったところにあります。揚げ田交差点近く、うんうん、おばあちゃんが頑張って営業してますよ。昭和の銭湯です、はいはい、そう、沖縄市っていうか沖縄県で1軒しかないって言ってなかったかな。多分だったはず、うん、ここ俺行ったことある。気になってってか、行ったことある？あるあるある。あの、すごいまん丸のあの浴槽があって。四角じゃないんだ。四角じゃないのよ、まん丸なのよ、うんうんうん、あー、ノスタルジックな感じ。もういわゆるこう私たちがイメージしてる銭湯って感じ。最近のほら綺麗な感じのスーパー銭湯みたいな、ではないです。もう古いもん、もう昔からある。昔から。これ行こうか。行ってきて。いや、行ってきて。いい、いやいや、数字取れるよ。数字取れるよ、数字取れるよ、見てなかったら。いやらしい話。あ、じゃああれか、パネル入れとくか。いや、ふにゃふにゃなの。でもいいんじゃない、ほら銭湯に行って、うんうん、銭湯のいる人たちとまたこう交流してからさ。ああ、あるかもしれない、ね、そこからだからこの人たちがまた情報をつないでいくとか。でも裸の付き合いは大事だよ。そう、え、裸の付き合いってあるの？これってこれってどうなんですか？だからお風呂場で、だからそのお風呂場っておかしいな。そういう、あ、あるいはまだ、あんまりさ、なんか女性ってあるの？うん、ない。ガン見ガン見する。あ、うーん、ないものねだりのガン見。おー、そうきたか、ほーみたいな。そうきたか。じゃあ君はどう行く？どう行こうか。どう行こうか。